帰るとするか。ご主人様、何者かが屋敷に飛び込んできました。精一杯抵抗したのですが、全く歯が立たなくて。何者だ。自己紹介をするほどの礼儀を持ち合わせているようには見えませんでした。何の匂いだ。元気そうね。ねえ、突っ立ってないで、こっちに来てよ。何を持ってきた。アングレンのガルカイン、倒したのよ、私一人でね。そのために突然彼らそう立ったのか。どこへ行ったのかと思っていた。あの手紙、探さないでだなんて面食らったぞ。バカよね。でも正直な気持ちだった。いつもあなたの影にいちゃ息が詰まりそうで。そんな時、依頼の張り紙を見てアングレンに言ったの。やるしかないと思った。おもりはなしでね。おもりじゃない、お前は仲間だ。この家はどうだ。素敵な家ね。でも少し手を入れた方がいいわ。ああ、近々回収する予定だ。外へ出ようか。敷地を案内してやろう。ああ、素敵。ずっと住みたいぐらい。住めない理由でも。ないわね。ガルカインを倒して報酬も受け取った。少し羽を伸ばしたっていいはずよ。もちろんです、お嬢様。羊もそう言うだろうな。使用人がいるの。羊だ。バーナバス・バジル、 BB と呼んでる。相性が気に入ってるかは知らないけどな。お前を招き入れたのが彼だ。果物と飲み物を持ってこさせよう。何もせずくつろいでればいい。最高の幸せね。ウィッチャーとしての生活は想像通りか。ゲラルト、想像なんてする必要ないじゃない。私たち別れる前はずっと一緒に放浪してたわけだし。見習いと一人前とでは見え方も違うだろう。まだ一人前には程遠いわ。でも頑張ってる。なんといっても最高の師匠に学んだからね。ただ俺と同じやり方を教えようとしただけだ。エスケルとランバートのことなんだけど。自分の選択に後悔はないのか。全然。ずっとやりたかったことがやれて、なりたかった自分になれてる。これこそが幸せって言うんでしょ。ウィッチャーの一番魅力的な部分はもう体験したか。それ何のこと。人々の嫌悪や反感だ。称賛と恐怖と軽蔑の入り混じった奇妙な感情だ。ある村で犬をけしかけられて、別の村で井戸から水を飲むなと言われたくらいかしらね。騙されて約束の報酬がもらえないなんて経験は今まで一度もない。女性なら扱いがマシと思ったんだがな。ゲラルト、男女で扱いが違う場合、女性の方が優遇されるなんてほぼないわ。大抵は逆よ。アングレンはどうだった。
ガルカインは手強い相手だ。そう、だから広くて何もない場所に誘い出さなきゃいけなかった。隠れられないようにね。それで人里離れた墓地を見つけたの。いい考えだ。巻き添えが出るのは避けたいからな。だが隠れ場所がないとはいえ、ガルカインを捕らえるのは困難だろう。私の方が早かったけど、体格差がありすぎるのが問題だったわ。でも黒い血が効いたの。しばらく戦って身をかわすのに失敗したふりをして血を飲ませた。その後は楽勝よ。ではまたな、シリ。元気でね。